どうも、ゴルフプロの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、スイングは右腕を使えというテーマで皆さんにお届けしていこうと思います。ゴルフのスイングは、右手は使わないとよく言われたりしますが、やはりですね、両方使うんですね。使わないなんてことはありません。使わないのであれば片手で打てばいいということになってしまいます。右腕の働きというのは非常に大きいので、ぜひこの動きをですね、覚えていただいて、正しくですね、ボールを飛ばせるようになってほしい。そんな思いでこの動画を作ってます。最後まで見てみてください。それでは早速いきたいと思います。まず、右手は、力はあまりいりません。そこは、明確に言っておきます、最初ね。右の小指、ね、この右手の小指、使わないんですね。この時点で握力が半分以下になります。なので、右手はですね、半分以下の握力でやることに、もう仕組み上なっているということです。ですから、もうそもそもの力がですね、半分なんです。もうすでに半分以下なんですね。なので、半分以下の中でやるといいんです。100% 力が出てしまう状態だと調節しないといけなかったりしますが、そもそも力入らない状態になってます。なので、その状態で腕を使うんですね。右の腕の働きは肘を折りたたみます。肘が伸ばされることによって、てこの働きが働きます。そして腕を左側に回す。このグリップは左手と右手、位置がずれてるんですね。ちょっと大きくずらすと分かりやすいんですが、それによってクラブを左側にこういうふうに回せるんですね。よく、本当に小さいお子さん、ジュニアの子に、このクラブをですね、持たせて、打ってみてっていうと、結構こう離すんですね。そうすると、ここでこういうふうにくるんと回転しやすい。そんな、働きが、原理としてあります。なので、少しではありますが、こうずれてるんですね、位置が。なので、右の腕が曲がった状態から伸ばされる。それによって、左側に腕が回転するので、この動きを使ってあげるんですね。構えた状態から、右の肘を折りたたみ、左側に、こういうイメージですね。こういう感じで。スローで動かすと、くるんと腕が回る。これは、右の肘が伸ばされる、この勢いを使ってます。左の腕だけでこの動きをやろうと思うと、最初はなかなかうまくいきませんので、右の腕を使う。で、その使うという使い方が問題なんですね。右の腕に力がぐいっと入って、右手で、こういう動きをしましょうと言ってるわけではありません。ね、ですから、正しくグリップを握り、ね、指で握るんです。指で握ります。そして、右の肘を折りたたんで、腕を回転させる。そうすると、クラブのこのフェース面がボールをビシッと打ち抜くような感じになります。この右の腕の使い方、よくゴルフのスイングというのは、体の動きは、いわゆる車でいうエンジン、そして腕の動きは車でいうハンドルと言われたりしますが、この右手がですね、こうスムーズに回転するようになると、狙ったところにズバッと打っていくようなイメージがすごくつきます。なんとなく、なんとなく打ってるわけではありませんよね。ですが、なんとなくですね、こう左側にただ振ってるだけみたいな、そういうふうに見えてしまうね。そんなつもりはないと思います。ないと思うんですけど、見えてしまうというのは、ここの動きがスムーズではないと、そういうふうに見えてしまうんですね。そこで腕が、この右の腕がくるっと回転すると、ズバッと狙っているような、そういう雰囲気の形になってきます。ですから、あそこに打つぞ、ね、グリーン乗せるぞ、そういう思いで打つ場合は、右の肘をしっかり折りたたみ、それを一気にぐるんと回転させる。これをしっかりと意識してやってみるといいと思います。この動きを覚えるためには、前腕部分ですね。この部分を回転させるドリルがありますので、それをやっていただくのが一番効果的だと思います。こういうドリルをやる。それで必ずですね、ボールは遠く、まっすぐ飛ぶようになりますので、今回はですね、スイングは右腕を使えというテーマでお届けさせていただきました。正しい知識をつけて、上目だけのですね、もう本当に上目だけの、なんか右手使う、使わない、ね、そういうところだけではなくて、どういう動きなのか、なぜそれをやるのか、
そこまで深掘りしていただくと必ず打てるようになりますので、チャレンジしてやってみてください。皆さんの上達とにかく応援してますので、皆さんも少し応援していただけると非常に嬉しいです。ぜひね、高評価そしてチャンネル登録もね、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。